ロー、こんにちは、ニーハオ、皆様、マステクのアッドキでございます。ということで、今回攻略していくのは、サイロンの2、ロシーダ呼んでいかなきゃいけないところですね。他の編成あるかな？ちょっと、現状全く思いつかないので、とりあえずロシーダ4が、鉄板だと言われているクエストになります。で、第1ステージなんですけれども、とりあえず、右のビットンと壺、もしくは左のビットンと壺の間にはまっていくのが、まず最初のやり方です。味方メンバーがですね、キューブという状態になってて、触っちゃうと、触るってか当たりに行くと反射しちゃうので、それらの挙動を全部、織り込み済みで、行動しなきゃいけないです。だから 1P が配置が悪かったら、まあ、左狙わなきゃいけないだとか、配置が良かったら右の方のビットンと壺の間はまりに行けるよみたいな、結構考え方が一気に変わってくるので、第一ステージは、まあとりあえず、初期配置によって結構やり方が変わります。で、倒した後にゴリラを倒せばいいんですけれども、ゴリラがまあちょっとだけ硬いのかな。まあただ、エレメントエリアっていうエリアがあってね、このエリアの中に、いる状態じゃないと攻撃が通らないので、まあこの中にいる状態だったらレーザーも十分な火力源になるということなので、レーザーとか利用しつつ、殴りで倒せばいいのかなと思います。で次、第2ステージですね。ゾンビ4体いるんですけれども、蘇生ペアが、一番右にいるやつと左から2番目のやつ。で、一番左のやつと、右から2番目のやつらが蘇生ペアになっております。だから、4体同時に倒せなくても、まあ、どっちか倒しゃいい。どっちかっていうか、どっちかの蘇生ペア倒しゃいいっていう感じですね。で、結構砂繰りで行くと、ロシーダのスピードだと意外と厳しかったりするので、現在の 3P みたいに、ホライゾンレーザーを、配置しているとすごく処理がしやすいです。こんな感じですね。結構ここのクエストは、配置してレーザーで敵を倒しましょうっていうコンセプトのところが多いので、結構配置に慣れておく必要があります。まあ周りにね、原則壁があるので、ロシーダは、ゲージさえ見せれば原則壁に触ったら減速するので、それを扱うのも一つの手です。ただ、ここの原則壁っていうのは、たまにある触ったらすぐピタって止まるやつじゃなくて、触ってもある程度ちょっとは、動ける猶予があるようなところなので、そこだけちょっと調整気をつけてください。はい、でここ第3ステージですね。エレメントエリア内で、壺を全処理しなきゃいけない位置に、ロシーダを配置しないといけないんですけれども、まあ、ここの壺は友情コンボじゃないと倒せないという仕組みになってて、で、まあ逆に言えばホライゾンレーザーが、一本でも当たれば、壺というのは解けるので、まあ中央の壺の列のところに、いい感じにキャラを配置する必要がある感じになってます。ただこんな感じですね。まあただこれだと若干上の方にレーザーが届かない感じになっちゃうのかな。結構、壺の中央ぴったりまでに、キャラを配置しないといけません。で、ここはですね、まあ、よくさっきも言ったように、原則壁を利用しながら降りていくっていうのが、一般的になるのかな。こんな風に、逆にキャラを2体調節できるようになれば、一番いいですね。これだったら、多分全員が、壺全員に処ることができます。壺全員がね、全員を同時蘇生するので、壺は全員、処らないといけません。で、あと配置しなきゃいけないのがエレメントエリア内っていうのも注意ですね。ここはまだマシなんですけれど、後半になってくると、エレメントエリアのエリアがどんどんちっちゃくなってて、配置しなきゃいけない場所が増えてくるので、そこだけ注意な感じです。今 2P が一番綺麗な位置に行きましたね。で、これでレーザーで壺を全員処理と。で、残りはゴリラだけになるので、ゴリラはまあ横間、縦間、自分の好きなように倒していきましょう。はい、という感じで、第3ステージ突破ですね。この段階でロシーダの SS が溜まってるのは結構ありがたいことですね。で、ここからサイロンが、なぜか出てきます。正直なんで出てくるのか全然わかんないです。で、ここの蘇生ペアは、右上の、ゾンビセット、左下のゾンビセットで、右下と、左上の、壺が2体。この、3つのセットで蘇生セットになってます。で、基本的に一番やりやすい方法としては、左下右上の、ゾンビセットの間にはまり、で、その後で、そっからだったらエレメントエリアの効果が適用されているので、ホライゾンレーザーの効果で、壺を、倒していくっていうのが、まあ一番やりやすい方法になるのかなと思います。こんな感じですね。まあ、はまんなくても、エリア内にいたら、レーザーで倒せるので、
まあ、配置できたら、今みたいな感じでババーってやってしまうのも全然ありかなと思います。ゾンビはね、レーザーでやるにはちょっと若干火力が足りないので、ちゃんとはまないと、倒せないです。で、ツァイロンがですね、なぜか95ターンとか謎の攻撃パターンがあるんだけど、ちゃんと2ターン、あと2ターン以内に、全員処理できないと、即死級の攻撃をしてきます。で、ここで、ちょっと初見びっくりさせるだけのギミックがあって、こっちを殺しにかかるんですけれども、まあ、マップをね、そのままマップクリアで HP 回復でできるのでご安心ください。で、ここからは、ボスとしてイダテンが出てきます。まあ、とりあえず、まず、イダテンの装備とゴリラの間にはまって、倒しましょう。で、そうするとね、防御ダウンが行われます、ボスの。で、防御ダウンが、ここのゲーム、なぜか珍しく、防御ダウンがめちゃくちゃ短いんですよね。だから、防御ダウンが適用されてる間は、なるべくボスを殴りに行くっていう感じをおすすめします。ボスの HP がまた見えづらい感じになってますね。申し訳ないです。ツァイロンさんからは治ってるのでご安心ください。で、だから、ゴリラの防御ダウンが、切れた後にもう片方のゴリラを処理するっていうのが一番理想なんですけれども、まあ、ゴリラの方もゴリラの方で即死があるので、そこまで、なんていう、長く生かしておくにはちょっと厳しいっていう感じのところもありますね。まあ、そこは、自分の配置のさじ加減と、処理のしやすさによるので、自分のペースに合わせてください。即死が怖い人はね、もう割と結構、ここに関しては、ゴリラは結構早いペースでやっちゃっても大丈夫かもしれない。ゴリラがね、結構なペースで、呼び出されるので、新しいのが。だからまあ、ここに関しては多分まだ大丈夫だったかな。後半になってくると、ゴリラの登場ペースがどんどん減ってくるので、マジで、ボスの防御ダウンがすぐに切れるようになって、ちょっと、ボスを倒すのがきつくなったりします。でここはレーザーとかうまく使って、ダメージを与えていく感じですね。とりあえずエレメントエリア内じゃないとボスに火力が与えられないので、まあ、ここだったら、基本エレメントエリア内でボスは動き回るんですけれど、後半になってくると、若干エレメントエリア外、もうボスうろつくようになってくるので、ちょっと厳しいところがあります。はい、ということで、ボス戦突入ですね。ボス戦の配置こんな感じになってます。あらかじめ、下と上の方にね、なんだっけ、ロシーダを、配置しておくと後半が楽なんですけれど、まあそんな都合いいことをできたらね、苦労はしないっていう感じですね。で、ここは基本的に下の方に1体、エレメントエリア内ですね、もちろん。エレメントエリア内に、ロシーダ1体配置。で、上の方にも、1体配置っていうのを、心がけておけば、壺は一瞬で溶けます。壺の方はね、レーザー一本でも全然、溶ける HP してるので、とりあえず配置を最優先に考えましょう。今みたいな配置はね、とりあえず、キングオブザゴミです。で、まあ、とりあえず、私の方は配置に手こずっちゃってるんですけれども、まあ、どうにかしていくっていう感じで。ここはですね、減速壁もあんまり出てこないから配置がすごく難しいんですよね、正直。で、ここでギリギリ、レーザーが確か下に届く配置になってくれたのかな、これで。レーザー当ててみますと、ちゃんと届きましたね、下の方にも。こんな感じに結構ロシードのレーザーは範囲が大きいので、1本で、壺を溶かせるようなターンはもう結構、割と判定大きく倒してくれるので、結構ガバガバな配置でも割と大丈夫です。で、ここは、せっかく防御ダウンしてくれたから SS 使っちゃおうかなと思ったんだけど、まあ、即死までまだ結構ターンあるし、まあいいかなと思って、とりあえず横間、マジだ、縦間右寄りしてみたら、全く削れなかったので、ここで、やっぱり SS 一体使おうやってなっちゃいました。で、いい感じにダメージを与えていきますと。で、ここは基本的にですね、横間だとダメージが与えにくい場所なので、壁とボス本体の間で、カンカンしたいんですけれども、あいにくですね、キャラが基本的にずっと上の方にいて、いいダメージ与えれそうにないなと思ったので、SS ブッパで倒しちゃいました。正直 SS はなるべく1本だけに留めておきたいですね。第2ステージ、第3ステージも結構厄介なところではあるので、SS が後半こんな風に消費されていくのはちょっと厳しいなっていう感じがします。で、ここもとりあえずゴリラを処理で、ボス本体を防御ダウン。なるべくですね、ビットン、上にあるビットンの方から処理していきたいんですけれども、スタート位置が、まあ、下からだったので、ちょっとしょうがなかったですね、これに関しては。
とりあえず、ビットンと装備にダメージを与えていきます。ビットンと装備を壊していくと、イダテンが上の方に来てくれるようになるので、下の方だとねあんまりダメージを稼ぎに行けるようなポイントが、まあ、うん、そう、今はやったどこぐらいかな、レーザーでダメージ与えることぐらいしかできないので、ちょっと攻め合いが難しいので、上のビットンはなるべく早めに壊しておきましょう。で、右のゴリラも正直結構 HP がピンチですね。ちょっと次のターンボス本体殴りに行きたいところなんですけれども、ゴリラの方を処理しに行かないとこっちも死んでしまうということで、とりあえずゴリラ狙いに行きました。で、ここはですね、ボス殴りたかったら、今みたいに横間、まあ、これ横間したかったんだけど、やべえ、4P クッソ邪魔やなって思いながら、とりあえず、横間できたら理想なんだけれども、できなかったら、左の方のスペースで横間していくのもありかなって思います。で、これだけでもね、割と十分なダメージが出てくるので、ゆっくり進めていきましょう。5ターンってね、意外と短そうで、長いので。で、ここに関してはゴリラは結構、補充されます。防御ダウンが消えたらとりあえずゴリラを倒して防御ダウンをもう一回、デバフをかけるっていう感じを、ちゃんと心がけましょう。じゃないとね、後半マジで火力がちょっと足りなくなります。今みたいにね、あ、やべえ、ちょっと序盤の方で SS 使いすぎだなって後悔してますね、わかりやすく。で、ここでとりあえず SS 使って、ダメージを稼ぎに行きますと、なるべくね防御ダウンしてる最中に SS を使っておきましょう。防御をダウンしてない状態で SS 使っても本当に、ろくなダメージが出てこないので、まともなバックが返ってきません。で、ここはね、なんか都合よくマッチしてくれました。ここのスペースはマッチできるようです。皆さん覚えておいてください。多分左の方にいてもあそこのスペースはマッチできるのかな。弱点があるとね、結構いい感じのダメージを叩き出してくれますね。で、ここはとりあえず上と下が全員同時蘇生してくるので、まあ、配置を心がけたいところ。で、3P がいい感じに下の方に行ってくれたんですけれども、ここはツボが、ホライゾンレーザー、ツイン両方当てないと、半分しか削れないので、ちょっと大変なところです。まあ逆に言えば、片方だけやっておけばね、半分は絶対、ツインホライゾンレーザーの半分だけ当てとけば、絶対倒せる、なんだっけ、HP 半分にして次のターンには絶対倒せるってことなので、配置が良かったら、まあ、今みたいに、さっきの 1P みたいにね、1P じゃねえや、まあ、1P だ。1P みたいに、横間を繰り返して、配置を心がけておきましょう。で、まあ、とりあえず、雑魚処理が終わったら配置にもよるんですけれども、SS 物販もしくは、壁と、ボス本体の間でカンカンするような、ショットを心がけましょう。ここに関してはね、もうとりあえず、1P と 3P が、見事に壁とはまれる場所を全部ね、封印しちゃってくれてるので、もう SS を使うしかねえなと思って、縦間左寄りにしました。で、とりあえず縦間左寄りで、結構削って、確かもうこれで終わったのかな、直接。みたいな感じで、割とね、火力、本当に、ロシーダの SS 火力が出ます。縦間とかにしておくとマジで火力出るので、覚えておいてください。というわけで、イダテンじゃねえわ。サイロン2の攻略になります。基本的にやっぱり、メインになるのは配置ですかね。クリアできない方は、ちょっとステージ進めながら、次のステージって配置こうなってるから、じゃあホライゾンレーザー当てやすいように、ここら辺あたりに行くように心がけるだけでもだいぶ変わってくるとは思うのでね。ぜひぜひ。試してみてはいかがでしょうか。ということで今回の動画はこんな感じ。楽しんでいただけましたらチャンネル登録、高評価をぜひぜひよろしくお願いいたします。次の動画で皆さんまたお会いしましょう。バイバイ。はい、皆さん今日も動画見ていただいてありがとうございます。ありがとうございます。僕たちマステクの動画楽しんでいただけましたらチャンネル登録、グッドボタン、コメント等よろしくお願いいたします。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。バイバイ。